皆さんこんにちは、みのりんです。はい、本日はこちら、じゃじゃん、海外のドール系のサプライズトイです。これはですね、シークレットクラッシュミニで、これどういう風に開けるかというと、ここのなんかキャンディーみたいなこの棒を使ってガッシャンって開けるんです。これ実はね、大きいバージョンがあるんですよ。大きいのはね、ガッシャンってね、すごい迫力があるんですけど、今回はね、こちらの小さい方を購入してみました。で、これがね、いいなと思ったらね、もしかしたら大きい方も買っちゃうかもしれません。まあ、海外から購入しまして、全部で4つあります。私もね、まだ開封したことがないので、どんなドールちゃんとかもわからないので、一緒にね、見ていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、では開封していきましょう。ですね、10種類のドールちゃんが入っているそうです。で、まあ開けるまで何が入っているかわからないということで、一旦こちら横に置いて、これ開封します。何かな。お、ここになんか説明書みたいなのが入っていました。中に入っているのはこちらのハートのケースに、これがハンマーと。どうやって開けるの、ちょっと待って。多分ね、ここを切らなきゃいけないんだと思います。このね、なんかちょっとね、ついているんですけど、これがかなり硬くて切るのが大変。普通のハサミじゃ切れない。え、大変すぎない？このハサミじゃ無理だよ。ちょっと大きいハサミで。切れた？切れた。結構ね、ここ硬いので子供じゃできないですね。よし、ちょっと開けるのがね、一苦労でしたけども、無事開きました。なってるんだ。へえ、面白い。はい、出てきたのがこのなんかプラスチックのコーティングみたいな。何でできてるんだろう。紫色のここを割って開けるそうです。確かに他に開けようがないので、ここから開けましょう。いきます。 3,2,1。 あれ結構力いりますよっめっちゃストレス発散になるじゃん、これ。おー、はい、こんな感じでひび割れましたの、わかります？結構力入れてましたよ。おー、こんな感じで開封ができるそうです。はい、でこれはあとはもう手で取っちゃっていいみたい。そうしますと、中に入っているのがこちら。おー、なんかさ、開封の仕方といい、この開け方といい、ちっちゃい子じゃちょっと難しそうな感じでしたね。あ、これ MGA さんなんだ。 MGA さんは LOL ドールを作った同じ会社です。で、これを、あれ、糊でくっついてる。結構ね、力技かも、これね。よっ、はい、力技ですね、これ。このおもちゃ結構力使います。というわけで、まず最初に出てきたのがなんかビーズですね。ビーズとここにね、紐が入っているので、ブレスレットとかが作れるのかな。結構かわいい。これダイヤの形をしているビーズ、いろいろな DIY にできそうだぜ。はい、こちらね、なんかキャンディーのように包まれています。じゃじゃん、キャラクターリストです。全部で12種類。かわいい。見た目といい、全部お菓子にまつわるような感じで、髪の毛とかも全部なんていうか、飴だったり綿菓子とかドーナツとかアイスクリームとか、甘いものに関係している感じですね。とてもかわいらしい。中には4袋。じゃあこちら一番大きいのからいきます。まず1つ目に入っていたのが、はい、こちらです。あ、皆さんこれ知ってます？これね、海外の有名なお菓子です。本来はここが指輪になっていて、こうつけてここが飴になっているので、こうやってね、ペロペロ舐めるやつ、ちっちゃい頃めちゃくちゃ買っていました。それと、おっとバラバラびっくりしたこれ自分で組み立てる系なのかな、にしてもちょっとびっくりしましたね。で、はいはい、頭が入っていましたなんかちょっと怖い。で、最後は、はい、お洋服かな、が入っています。では組み立てましょう。おお、これね、キラキラがすごい、めっちゃキラキラが落ちてくる。で、体をつけて、頭をつけて、で、ここのスロットにこれを差し込むと。はい、こんな感じでできました。で、これは何ちゃんかな、ジェマジュエルちゃんかな。
が当たったみたいです。頭のこれ面白いね。これさ、多分ちょっとしたビーズとかも入れることができます。お顔はすごく可愛らしくて、だいぶ久しぶりにこういったおもちゃ開けて楽しい。ではあと3つありますので開けていきましょう。2つ目、ここがやっぱりね、とても大変よいしょ。はい、ではいきます。あ、今度はピンク色だ。じゃ中身が違うかな、かぶりじゃなさそう。ではいきます。3、2、1。お、さっきよりこっちの方が簡単に割れました。でバラバラになったのを取って、はい、今回はね、なんかハート型のビーズが入っています。やっぱさっきと全然違いますね。ではいきます。お、今回は2つ結びの子なのかな、頭のパーツが入っています。あ、これも開けられるみたい。開けて中にビーズを入れることができそうですね。かわいい。では体にお洋服、あ、かわいい。で頭です。でこれを組み立てると、あとはこれをこことここにくっつければ、はい、完成。あら、かわいい。この子はね、キャンディーハートちゃんだそうです。この子、この子だ、カバーガールだ。一番メインの子なのかな。すごく可愛らしい、色合いがいいね。で髪の毛はさらに、でもちろんね、このついてくるビーズでもいいし、違うようなビーズとかオリジナルにすることもできるので、なんか若干 DIY 要素とかもあっていいと思います。うん、素晴らしいと思います。クオリティ高い。じゃあどんどん行きましょう。オープン。よ、はい、今度はまたピンクのやつですね。いきます。はい、いいでしょう。気持ちいいね。ストレス発散になります。とか言ってると、あら、まあ、これさ、見覚えがあるな。もしかしてさっきと同じ子かしら。でもさ、ビーズが一緒なだけで中身の子が違う可能性は大いにありますから、まだわからない。では行きましょう。オープン。あ、あ、これはもしや同じ子かな。だよね。というわけで被っちゃった。まあ、こういったサプライズトイにはかぶりはつきものですよね。でもね、ちゃんとお洋服着せて作ってあげたいと思います。よしよし。でもさ、たとえかぶったとしてもですよ、この髪の毛の中に違うものを入れたらまたね、見た目も変わるので、いろいろとオリジナルにどの子もできると思います。というわけで3つ目はかぶりでした。では最後です。はい、今回はね、4つしか買わなかったので。でもね、なんかね、私もう右腕ちょっと筋肉痛なんですよね。この開ける作業とこの作業結構力必要なので、4回目なのでだいぶ慣れてきました。せーの、じゃじゃん。お、ピンク色です。同じピンク色で同じ子が当たったので、ちょっとね、違う子が出ることを祈りましょう。いきます。じゃじゃん。あ、中身が違う。さっきさ、ピンク色の時さ、こちらのハートのビーズが入っていたんですけど、今回はね、ドーナツ型です。ということは、これはまた違う子なんじゃないでしょうか。よく破片とか全部取らないとね。痛くはないんですけども、変な角度からね、変な風に当たってしまえば痛い可能性もあるので、よく取り除きましょう。では、いきます。まずはここ、おー、ドーナツ型の髪の子です。よかった、かぶってない。そしてお洋服に体と、よし、組み立てまして、はい、そして頭、お、こんな感じだ。おー、かわいい。この子は何ちゃんかな。この子はドーナツスプリンクルズちゃんです。いいね、ドーナツのさ、このパラパラ
ッチしてる部分が髪の毛にもあって、お洋服にもある感じ、可愛らしいデザインだと思います。というわけで今回当たったのはこちらの4人の子たちです。ではちょっとね、キラキラとか入れてみます。これ本当に可愛いんだよね、このビーズ、ダイヤの形をしているビーズとか、こんな感じで入れてもいいし、おー、なんか赤ちゃんのガラガラみたい。この中にはパステルカラーのビーズを入れて、うん、やっぱ可愛らしい、コンセプトが好き、まあ、この子は同じ子なのでちょっとなしで、最後はこれ、この子の中にはこのね、ドーナツ型を入れてもいいと思うんですけど、今回はこちらを入れてみたいと思います。もう本当にね、自由にしていいと思うので、でこうするとほら、こんな感じでさらにね、ビーズを入れると可愛くなったと思います。ちょっと待って、この子さ、絶対さ、足逆だよね。ふくらはぎが前を向いてしまっている、やばい。はい、直しました。まあこんな感じで今回はこちらの4人の子が当たりました。開ける感覚めっちゃ爽快感があってね、楽しかったと思います。やっぱこういったおもちゃならではですね。久しぶりだったのでだいぶ楽しめました。またね、海外とかでこういった面白いおもちゃがありましたら開封していきたいと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。